フランシュフックの町と周囲の山々フランシュフックは南アフリカ共和国西ケープ州、ケープワインランド郡にある小さな町である。人口は15,616人。ステレンボッシュ自治体に所属している。英語読みでのフランシュフォークとも言われる。フランシュフック、バレー前系オランダ教会有能記念碑博物館、ケープタウンから 75km 離れた場所に位置している。 名称のフランシュフックとは、フランス人の街角という意味である。1688年に、フランスから入植してきた176人のユグノーによって開拓された街である。ユグノーは、オランダ政府によって土地を与えられた。街には、今でもオランダ様式の家々が立ち並んでおり、現在は、ワイナリーとなっている。住民の多くは、ドゥトロワ、マレ、ドゥプレッセ、メールン、 マラブ、ジュベールなどのフランス系の名字を持っており、通りの名なども多くがフランス語由来である。街の外れには、ユグノー記念碑博物館がある。人種は、カラードと黒人がそれぞれ半数を占めている。言語は、アフリカンス語が5割以上と半数を占めるが次に、交差語が多く3割ほどである。かつては、パールから、鉄道路線が敷かれていたが、1990年代に、 廃止された。現在では、再び観光用に整備されており、フランシュフックワイントラムとして運行している。ワインの栽培が盛んに行われており、ワイナリーが点在し、農作物の栽培も盛んである。そのため、しばしば、南アフリカのワインと食文化の首都とされることもある。世界的に著名なレストランも存在する。その食文化と雪をいただいた山々などの囲まれた。 美しい景色から1990年代以降は南アフリカで最も風光明媚で理想的な場所とされており多くの観光客を引きつけている。ありがとうございます。